元々ののまれが川口の芝ですかはい芝日の爪というのが母の実家のあったところでございまして、うん、昔はあの子供を出産の時は病院でなく母親の実家でお産婆さんが来てと、ねえー、ー私もそのスタイルだったらしいです。うん、私見てませんが だからとっても川口は懐かしくて、うん、あの自分のいろいろこう書類を書くときに出生地川口市になっております。よろしくお願いいたします。まあその後もね、なんかあの無事、はい、にしばらくいらっしゃったりとか、はい、えっとまあそれ程度は川口にご縁がある方ですね。そうなんです。ねはい、でまああのおちょっとずつお話を聞くっていこうと思うんですけども、まあ。 そうやって、えー、お育ちになって、えー、高校はなんかあ私ども対応さたという関根先生と同じ、はいえー、浦和八条のご出身とはいそうです、えー、はいあの関根さんよりはだいぶあどうだろうまあ年は言わないですが <laughs> あのだいぶ離れて先にあの卒業しておりますはい。うん でその後は武蔵野問題にされたんですね。はい、えー、えー、ちっちゃい時から歌うのがとにかく好きで、あのーうん、まあなんていうんですか、コンクール出たわけじゃないし、あのー。 外国に留学して賞を取ったわけでもございませんがとにかく歌っているということが大好きで,で子どもの時から歌のお稽古に通わしてもらったり NHK の児童合唱団でずっとスタジオの中であのテレビのカメラの前で歌っておりました。うん、でその後武蔵の音大にに行ってあのきちんととと声声楽楽合唱からあの声楽という道に 言ってずっと、今でも歌っております。うん、はい。<laughs> 相応たにあるんですよね。そう,ねそうです。はい、よくご存知で。うんね、はい。まあ、でも、川内も含めてですね。随分、当時と変わったとは思うんですけどね。はい、そうですね。ね<え>あのー、まあ、埼玉の、この南辺りで、ずっとウロウロしてたんですが。あのー、まあ、大人になりまして、結婚して嫁いだとこが原発事故。避難ということで、こちらに。 舞い戻ってまいりまして実家の世話になってまた埼玉でうろうろしてましてでもとってもいいご縁をあちこちで頂い,いてまして今日もこうして田中社長さんとお話をさせていただいてとっても私は運が強いなとしみじみじ思っておりますそうした中ですごいあのことは興味深いのはといっては失礼かもしれませんがあの富岡でのね あの被災の時に、はいまあ、私はたまたまもこの会社のすぐ近くに会社に戻ってくる車の中で、まあ、3.11を迎えたわけなんですねでもう突然のように車が揺れ出して街路樹の葉が音を立てて鳴っておりまして、まあ、ありそんなこと普通ないもんですね何が起こったのかということで。 非常にびっくりしたんですけどもえっ、ー、と先ほどちょっと伺いました宇佐美様はえっ、ー、とご自宅に戻ったところであその地震に遭われたということなんでちょっとその辺のことをお話しいたければ、はいはい、実はあの2011年の3月11日あの日は午前中いわきに行っておりましてあの あの年の6月にいわきで、あの歌仲間とあのコンサートをする予定だったんです。うん、あの、今の作曲のあの松下幸先生の曲を中心にで、私の恩師のあの古橋、藤代先生のあの式であのコンサートをする予定で、もう煮詰めていたところなんですね。で、午前中仲間と練習して、あその後まあ、お昼。 あの,のんきに食べてお買い物してでお買い物をいろいろしまっていた最中にグラグラが始まりまりしたとっても立ってもいられないし移動もできないしとにかくあの壁につかまってとにかく静まるのを待とうと思ってでも大きいのが2回3回来たんですね。で歩けるようになって台所の方に行ってみたらもういろんなものが散乱しておりまして。 外を見たら電信柱がみんな斜めになってましてもちろん周りは停電ですだからテレビもラジオもとにかくあの情報が入りませんでで慌てて車でエンジンかけてラジオを聞こうと思ったらもうノイズが入ってしまってまともに音も聞こえないしとにかく 大変なことが起きちゃったでも私生きてる、うん、でさらに見回しましたら、あのー、隣から富岡川の、あのー、堤防のところが見渡せてしまったんですっていうのはあのー、本当だったらそこに大谷石の蔵がうちの敷地にありましてそれが崩れておりました。うん、で道路に あの大谷石の塀が何十メートルかあったんですがそれも全部崩れてしまってお隣が丸々見渡せました景色がすっかり変わってしまいましてあらこれは大変だと思ってとにかく停電だから、あのー、情報は欲しいしでハッと考えてあのテープレコーダーあのラジオと一緒になってるもの,あの乾電池を 買いに行こうと思ったんですねですぐそばにファミ、うん、あのコンビニがございまして、あのー、そこに行ったら店長さんが手で大きくバッテンを作ってまして、あのー、停電だからドアが開かないレジも使えないーはーそういうわけでコンビニでお買い物できないで川を見ましたら。ええ 川もが変わってるんですね、はいうん、もうやっぱり地震でゆ,ゆすられたのと、うん、波がやっぱり少し来たのと、うんうん、で思いついて近くの釣り具屋さん富岡川はあのなんていうんですか漁業組合があって、うん、皆さん釣りを楽しむ場所なんですがあの釣り具屋さんに行ってあのー で電池を分けてていただきましてええあのラジオが使えるようにあとは夜になったらきっとあの真っ暗だろうから懐中電灯も使えるようにと思って乾電池を分けてもらいまして、はいはい、それでとにかく戻ったんですねとにかくうちの中はもうぐっちゃぐちゃになってましてであの家で と別に敷地の中に私の,あの音楽のレッスン室と踊りの稽古場をドッキングさせた建物がありましてそこのところを覗いてみたらまあ大事なあの写真の楽屋なんかみんな落ちてますしあの楽譜が全部あの楽譜は壁に取り付けてましたので倒れはしなかったんですが楽譜がみんな床に落ちてしまってたんです。 あらこれは大変まあいいや明日片付けようなんてのんきに思ってましたとにかくあっちもこっちもどうにもならないんで力持ちさん来てもらって一緒に片付ければいいわってのんきに思ってたんですで一人でいるのは嫌だなと思ってあの隣お隣さんうんと親しいお隣さんのところ様子見に行ったら皆さんご無事で。 「よかったですね」って言ったらそこのお宅はつい最近あの建物の値段を直したばっかりだからしっかりしてて被害がなくて。はあそういうこともあるんですか。 あの私の嫁いだ家はもう古い家だったので、ええ、あのだいぶガタガタしてましてね、はあ、でまあ一人でいるの心細いのでお隣あの踊りの師匠の実家でございまして師匠が麻布から月に1回来てお稽古をつけ宇佐美さんはね声楽、はい、だけじゃなくて。 <laughs> 日本舞踊もね、はい、もしっかりと終わりになっているということで。あの、はい、さっき伺ったら国立劇場の舞台もお上がりに、はい、あの踊りでなさったというのも、はいはい、ありがとうございます。はい、もう六年も昔の話なんですけどね、うん、師匠がちょっと体調悪くしてましたので師匠の代わりっておこがましいもこの上ないことなんですが、うん、まあ退任を。 あの任されまして、そうそうあの恥ずかしながら、えあの,あのバンド流でしたっけ？はい、バンド。 え三つ五郎が家元でございましてでもその前に三つ五郎さん0代目亡くなりましたので,そ,でた、ね、その時はもう息子さんの美之助さんが家元として活動なさってまして、はいはい、あのー、三つ五郎さんの代わりの,その美之助さんからいろいろ師匠の他にに之助さんからもご指導いただいたりして、うんあのー、国立劇場の日本舞踊を立つっていうのは聖地なんですよね。ね <え>うん、私たちにとってね、うん、だからたまたまそれはあのー、埼玉に避難してたからあのいろんなことができるっていうことであの私は、まあ、埼玉にあの避難してたおかげであのそういうあのラッキーなことが、うん あのできましたのでね、それはそれで一つのあの幸いだなと思っております。あ話がそれてしまって失礼いたしました。ね、そのまあ、ちょっとじゃ戻して、はい、まずはその都築はい、まあ、富岡がご実家の旦那様のところに移っ,っえそうですでう夫の家です、えー、はい。 建設業をしておりまして、はいはい、町の大きな建物はみんな私どもの宇佐美建設でやらせていただいた<ー>そういうあの会社でございまして土地のいろいろ旦那衆とロータリーでお世話になってましていろいろ楽しいことを計画に混ぜていただきまして、えーえー、やらせていただいておりました。そそこに行ってすぐその 合唱団とかおとりとか始められたんですか。いえとんでもございません。もうどっぷりお嫁さん。お嫁さんならいですか嫁でした。ああ。結構あの厳しい修道さん。そうですね。さんもいらっしゃって。えそれに子がつきます。あ、なるほど。なるほど。長い休暇っていうと子十とさんがどっと現れましてね。家族をみんな連れて。 ええ、だからあの地方は皆さんね <laughs> どこのおうちも建つぼは大きくて <laughs>、ええ、ご親戚みんな集まって、ええ、そこでお葬式も結婚式もなさいましたからあそうですか結婚式もえ昔はね私たちのところはもうあのー ホテルっていうかあのそういうお料理屋さんの広いところを借りて挙式ができましたけどあのその前は皆さんご自宅で,でお葬式もやっぱりあのおばあちゃんと母のお葬式は自宅でいたしましただからいつも食器は100人分蔵に入ってました。 富岡の古いお家の方に寄りついて、たまたま、えー、ご縁でね、えご縁ご縁と言ってもやっぱりあの富岡と埼玉では距離がございますから、えー、まあ好きで結婚しました。はい。まあでもね、<laughs> お子さんにも三人恵まれたということで、はいはい、よろしくお世話しました。はい、でもそうこうするうちに、はい、やはりその。 いわゆる合唱に対する愛といいますか、はい、思いが、ええ、あの、うん、また強くなってそうなんです、ね、お腹も集めて合唱団始めてたんですよねそうなんですよね、うん、あのやっぱりこう ずっと自分で音楽演奏することを小さい時からやってたもんですからそこの部分からは離れられないで心の中うずうずしてましてまあ,あのピアノとエレクトーンは持って嫁いだんですけれど、はい、それでもやっぱりうーんうず,うず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 してました。である時に 双葉郡っていう場所なんですが福島県のそこにあの浜通りに循環語学校というのができまして、はい、でうちのホームドクターがそこの校長先生になりまして。 であの公立の学校だから芸術科目がなくてはいけないよということでなるほど確か宇佐美の嫁さんは高校の免許を持ってるはずだと、ええ、白羽の矢を、うん、<laughs> その校長さんが思い出してくれまして、うん、それであの、まあ、生まれた小さな子供、まああをお仕事さんに預けながら循環語学校の音楽の授業に。 久しぶりにスーツとハイヒルでございましあ、うん、そんなことをしてましたけどねまあそれでうーんますます歌いたいなっていう気持ちが大きくなってたところたまたま私のところに出入りしていたあの楽器屋さんからいわきでこういうメンバーを探してるんだけどっていうお誘いを受けて。 で聞きに行ってみたら「あここなら私一緒にハモって歌えるわ」と思ってあの入ららせてもらいました。その時そのグループの名前が「カンタービレ」という名前で活動してましてねあのハーモニーで歌ったりあのまあ な,なんていうんですか一人一人で歌ったりそんなことを演奏会をしてたグループだったんです。だけどまあいろいろありましてもっと良くなりたいもっと良くなりたい、うん、仲間みんなが思いましてだったらこういう指導者がいるわよって私あの子供の時からお世話になってた指揮者を、うん、あの超有名な方で <laughs> あの まあ普通だったらあの簡単にお願いできない先生なんですが、うん、あの私ずっと子どもの時から連絡を密にしてましたので、うん、あのいわきまで来てくださることになりまして<ー>それで、あのー、面倒を見ていただくということで, <laughs> でその先生はまあさっき申しました NHK の児童合唱団で指導しててくださった方で日本の合唱 指揮者協会のトップの先生なんです。うんえー、だから、普通だったら雲の上の方ですからね。手が届かないんですが、まあ、あのー、私の歌いたいっていう気持ちにほだされて。うん、あの、いわきまで来てくださることになりまして。うんうん、そこでまた新しく、はい、あの、ってめえば今であったところに入ったんじゃなくて。 新しい合唱団を作ったっていうことですか。作ったんじゃなくて、私は入らせてもらったんです。あ、なるほど。じゃその合唱団の中で、はいえー、新しく来ていただいた先生の指導を受けることになったということなんですね。そうです。はい。その合唱団が6月に公演をするということで、はい、準備をしている最中に。はい 3月11日を迎えてしまったという、はい、ところにまた戻るんですがさてその時に、はい、まあ当日は、はい、ま,あまさかこんなことになると思わないでしょうから何、えー、かあ伺いましたらお隣でバーベキューをして。<laughs> 夜ねはいはいはこちらでもすごい寒かったんですそうですだから火が欲しいから火が起こすんだったら炭だ炭を起こしたら肉でしょそうかなと思す。ば肉あったんですねだって冷凍室が結局どん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 電気がだめだから 中のものが悪くなっちゃうから食べちゃわなきゃいけないよと「うんうん、あお正月のお肉残ってたあ私も残ってたお正月のお酒残ってたこっちも残ってた」うんうん、で持ち寄ってあの時はだから次の日になったら片付けをすればいいですねという気持ちだったわけですよ。まさかその時点でこうやって非難が もう12年ですよこうやって続くと思ってもいませんでしたからね,ねあの時は、ね、とにかく、うん、お家立建て直すにしろ片付けるしの、うん、明日明るくなってからねとでももうとにかくもうひっきりなしで地面が揺れてましたから、うん、寝られた状態ではなかったんですけれど、うん、それでもお隣さん家族と一緒に入れられたので、うん、私はとりあえずあのうとうとうした。 寝たかな,かなっていう感じで一晩過ごしまなかな中でもそのどういう状況になったのかっていうのは、はい、もちろんあのテレビとかですね、はい、そういったものも、まあ、停電ですから見れない、はい、という中で情報はどういうふうに集められたんですか、はいはいあのー、結局ララジジオカセで 聞いてそれであのー、その時はまだ地震に関することでで私は思ったのは東京が壊滅的になったんじゃないかと思ったんですあ<ー>はいはいはい、はい、あの頃は首都圏が危ないよという話でしたからそう、ね、第二関東大震災、ね <laughs> えー、だから実家の親たち大丈夫かしら兄弟たち大丈夫かしらでこっちに来ている息子たち大丈夫かしらで私頭に あの、いなんとか、初めて浮かんだのは、そのことでした。そうです、ね。まさか東北が中心だとは思ってなかったです。っったです震源地が東北だなんてね。うん、それはニュースを見て、初めて分かったわけですよ。うんうん、で、あの、とにかく連絡がつかない。だけど、まあ、とにかく。生きてるんだから。って思って。うん、でも、なんですかね。まあ、本当に。 大地震っていうのはまあ映画なんかでは見ますけれど実際に自分たちが体験するとは思ってもいなかったので本当にいわゆるでもね今のお話を伺っただけでもなんか当然のごとくコンビニは。 機能するんだろうと思っててまずドアが開かないというのはどうにもならないですもんねそうです,うですもちろんドアが開いてもレジが打てませんからねえだからやっぱりあのこう言ってはねあの申し訳ないなという向きもありますがあの現金持ってないとお買い物できませんよそうですよね,すねカード辛いねそうなんですはいあのこの間あの NTT の方から伺いましたけれどもあの やっぱり公衆電話もそういう非常時は無料で使えるということでしたけれどでもコインを入れないと動かないっていうだからやっぱり現金必要なんですよねそうですねだからやっぱり小銭はいつも持ってないといけないというでもその何がしかキャッシュをあまり大きく持ってるとそれは怖いですけどね 少しはね、うん、少しコンビニであのいざという時に買えるぐらいの,、ね、らいの金額のお金は手元にあった方がいいですよね,、うん、ねとにかくしのげる、当座をしのげる分は、うん、自分で持ってないといけないな、うん、お,お金持ちの皆さんは小銭は持たないっておっしゃるけどでもやっぱり、うん、少しは必要だと思います。 何かでも当時他に困ったこととかありませんでしたか、はい、あのー、実はそれでその晩はまあのんきにまあとにかく明日片付けすればいいと思っていたんですが、うん、だんだん情報がある筋から来ましてあのー、東電の原発がうん、うん 危ないいよというもしかして大事になるかもしれないよという情報が入ってきましてうん、うん、まさかそんなことないでしょうなんて思ってたんですがやっぱり次の日になってあの町の広報車が町中を走りまして、うん、っていうのはあの防災無線というのがあったんですよ、うん、各家に配られてところが停電ですから、うん、機能しません。うん で町のサイレンも鳴りません。うん、で、広報車が走り回ったんですが、何のことやらもう通り過ぎちゃうから聞き取れない。地震があった翌日ですね。早朝です。早朝。<え>はい、で隣の家、私おじおあのお世話になってた隣のご主人が町場、うん、町役場に行って詳しいところ聞いてくるからと。うん、やっぱり避難しなきゃいけないことになったよと。うん、で避難していっ。 下先だってまさか浜通りの人がどっと押し寄せるとも思っていなかったわけですから道路はもうずらーっとその避難するあの道路車でびっしりで防護服を着た警察官がずらっと。 あららららこれはまなんてことでしょうと思って本当にあの時の情景はもう目に焼き付いて忘れられませんねぞっとしました本当に。で避難所といいましてもまさか浜通りからごっそりあの避難されると思ってなかった山の中の小さな学校とか廃校とか123回目 ぐららいだったかしら最初行ったとこはもう満車で車も入れません次のとこも満車でいっぱいです次のところどうにか入れたんですね。でやっと腰を落ち着けることができたのが廃校になった小さな小学校でそこであの腰を落ち着けたんですがやっぱりあの山の中の文庫の校の <laughs> 廃校になったところですから、うん、受け入れる側だって本当にお気の毒でした。そうですよ、ねえー、でまあ夜中におにぎり1個あと2時間ぐらい経ってからたくあんが1切れいただいたんですが、うん、隣の奥様がちょっと足がお悪い方で避難所生活ができないんですよ。うんうん、避難所っていうのは まあ学校でしたから私どもが入ったのは体育館があってあといろいろお教室があってで体育館にはもうびっしりみんなあのいわゆるあのたくさん,んよく皆さんテレビでご覧になるようなああいう状態で私どもは教室の方を個別の教室の方に入ったんですがそれでもやっぱりあのー 避難所での生活というのは隣の奥様はとっても無理なのでご親戚が東京にいるということでであの隣にあの東京から来てた踊りのお師匠さんも麻布に帰りたいということで,でだったら私もってあのー、埼玉に送ってもらいまして車で。で途中もとにかく 携帯もつながらないしあの息子たちもみんな私の,あのどうしてるか心配してくれたらしくって情報がみんなあの実家の方に行ったんですけどあの居所がつかめないと、うん、でその2日目の夕方になってやっと電話の通じるところに行きまして、うん、で電話してとりあえず大丈夫で、うん、大宮の実家に行くからねということで,でみんなにそれを 触れれててくれましてねみんな安心したと思うんです、うん、で実家は大した被害もございませんでまるまるそっくりしてたもんですから安心しました、うん、本当に東京が壊滅的な被害かと思ったら反対に東北が震源地であらこんなことがあるんだと思って、ね、まあでもその東京が震源地にならないとは限らないんで,そうですねこれから。<ー>私どもも放送局も、はい えとそういった時に、はいまあ、停電な一応しかし、まあ、日数は限られておりますので、はいえー、あとその基本的にここは放送局で直接電波を発,せ発信しておりますから、はいまあ、アンテナが倒れない限りは、はいまあ、あとこの部屋が釜飯的にならない限りは直接のとこは ええ、出せるんじゃなないかなと、ええうん、ですから各市内のお住まいの方は、ええ、えっとこの放送局を使っていただければ、ええ、えそういったあの細かな情報もああそうですね無事ですよってね。えー、あとはあ「イマル放送」っていいましてインターネットを通じて、はい、え放送の放送を聞くこと自体もできることはできるでただ肝心のその 携帯が使えなくなっちゃう状況っていうのはね受ける方がね、うん、とにかくどうにもなんなくなっちゃいますからよく考えてみたの充電って言いましてもね、はい、えと普段あの電源から取っておりますから、はい、あの乾電池あっても全く役に立たないのでそうなんです何日かしたらね,そうですね使えなくなっちゃうんですよね、うん、だから本当にそういうことを今から いつ起きるかわかんないから気をつけてなきゃいけない。ね、あと車ガソリンはあのあいつも入れておいた方がいいです。ですよね。あれからそれまではですね。うんええ、あの燃費が悪くなるからっつって。うんええ もうギリギリまでれもそうです、とにかく何かあっても100キロ以上悠々と逃げられるだけの車、体力を入れとかないととんでもないことになりますのでうねそう考えると EV も考えもんだね。と思いますよ、<laughs> EV 車は動けなくなっちゃいますよ。 そうですね、えー。あれもこれも本当にアナログがいいのかなと思ってますけどね。あ,あのすべては平和だからこそできるっていうのばかりなんですよね。結局は。だけど自然災害はどうにも私たちにはストップできませんしん予告もございませんのでん本当にどうしたらいいのか心の中で結論は出てません。んはい。で,ね、でもその中でも私は歌い続け たいと思いまして歌うご縁が本当に大事にさせていただいてます。そうした中でですね、いよいよあの特さのも終盤にかかってきます。えっとこの来月の十二月十七日の土曜日午後三時からまあアヌサミ様がソプラノピアノの関根裕子先生そうです。ニュージョルン二千円になっておりますけれどもこの FM 川口がございます。 センタービルのロビーに、えー、ピアノが今ございますので、まあ、椅子もちゃんと用意して、えー、皆さんもお迎えしたいと。 いうふうに思っております。とっても素敵な、うん、あのピアノなんです。皆さんにそのピアノをぜひご覧になっていただきたいなと思いまして、で私の歌だけでなく、うん、関根さんのピアノのソロもございますのでクリスマスの雰囲気を楽しんでいただけるかなと思います。すね、はい。まあ災害は本当にいつ起きるかわからないので、はいはい、この。 平時であることのありがたさを初めてそうです。はい。音楽で。そうです。楽しみたいと思います,す。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、はいえー。川口田中特製サロンクリスマスコンサート、えー、12月17日土曜日午後3時からですね、えー。宇佐美京子さん、関根優子さんご出演となります。えー、入場料は2000円で、あのー、お同様のお 曲です。とか、はい、それからあのクリスマスの曲です。とか、はい、盛りだくさんではい、はいえー、お届けするコンサートという風になっております。はい、というわけで、えー、あのもしよろしければ、リスナーの皆さんにあのコンサートへの誘いなど <laughs> <laughs> していただければ。あの前半は日本歌曲からあの寒い日を皆さんで一緒に。 寒い日を味わっていただくといったらおかしいんですが、あのそういう曲をあの日本の歌曲と同様で、あの日本歌曲の寒い日にということで、カヤの木山とか鐘が鳴ります。これは山田耕作先生のものですね。あととってもおしゃれなあの木下真紀子先生の曲で、あの積もった雪とか中田義直先生のあのものとかあの入っております。でピアノーさんのはい。の鐘も入る。 そうです中田義直先生作曲で「金子み鈴塩」とっても優しいんですよ。そうううでででししょねぜぜひひおおおきくださいいいピアノがとととっってててももれななののにります今言東ドイツころ作らた ピアノ、はいグ、グランピアノですけど、まあ、はい、うちの家内の有名道具で持ってきていますので、はい、えー、もうすっかりでも修あの修復しまして、えーまあ、ちゃんとなりますので、えー、とっても可愛い音で、えー、はい、ねそれとあのカネのキャロルという曲をピアノで独奏していただきます。<ー>これはあの。 こういう曲なんですがそれをピアノ曲こういう曲なんですが後半は「小さなクリスマス」として「オーホリナイト」とか「こよなく美しく鐘は鳴る」それからたくさんある中から「アベマリア」を数曲クリスマスの雰囲気を味わっていただければいいかなと思いまして曲を構成しております。 あのー、まあ日本の冬とヨーロッパのクリスマスの情景と楽しんでいただけると嬉しいなと思いますので、うんはい、よろししくお願いいいたしますはい、ぜひ12月17日、えー、ここ今 FM 川口が入っております、えーうん、セントラルビルですね、はいはい、こちらの方にシワスタ中学校のすぐそばとなっていますぜひお越しいただければというふうに思っております。では、うん、あ,あのーお えー、このクリスマスコンサート、えー、あるんですが最後に、えー、また一曲素敵な曲をかけて、はいはい、お別れしたいと思います。はいはい、というわけでがとうはありがとうございました。お越しください、はい